速報です。20時50分ごろ。Nゲージ JR 神戸線で、列車が脱線する事故が発生しました。そのため、姫路前原駅間の上下線で数日運転を見合わせている状況となっております。姫路前原駅間上下線で数日運転見合わせのことです。Nゲージ JR 神戸、JR、Nゲージ JR 西日本によりますと、ディレイラーに追い上げ脱線したということです。脱線したまま列車は動くのか。今から線路に乗せ作業を行うようです。ただいま、運転準備が完了したため、脱線速報です。20時50分ごろ発生しました脱線事故の現場に来ています。脱線した作業は線路に戻り、運転を再開の準備を行っているようです。これで鉄道脱線ニュースを通用します。列車は動くの。脱線したところの車輪、床下を見ても異常はなかったということで、列車は運転を再開。